なんかこの間そのほらニュースの話、 B 級ニュースの話してた時に、うん、あのお笑い養成所のニュース見ましたでしょ、あなたも。見ました。あれあの捕まったやつさ、なんでじゃあそのね、まあ、結局はね、うん、まあ、簡単に言うとお笑い養成所に入るのにお金がないから、うん、じゃ あ, お金を集めるために、うん、まあ、普通バイトしたりとかは当然するけど、そうそうそう、なんと窃盗を繰り返して、しかも住居とかね、そうあろうことかね、住居に侵入したりとかして、うん、でなんかそれでトータルで290何万円やねんな。そんなに取ったんすか。そんなに取ってん、290何万円取ったのよ、うん、でなんで取ったんだ、警察捕まって22歳の男やわ、うん、なんで取ったんだって時に、いやお笑い養成所に入るためにって言って、うん、でえっ、ー、とお笑い養成所に入るためにって、そのためにこれ取ったのと、うん、で、僕はあのお笑いのセンスがあって人を笑わせるのが得意 で入りたくてこれを取りましたって、もう言ってる時点で意味わからない。わかんない、わかんない。ほんで警察に捕まった時にね、うん、書いてたでしょニュースで、うん、あのその書いてた、あの捕まった瞬間に言ったのがゲームオーバーって言って、意味が分かる、分からへんやん、これも終わってんの、もう終わったんや、もう終わった、もう終わってるやんという、意味が分からへん。ほんで俺一番引っかかるのは、うん、もうこの彼のゲームオーバーだとかよりも、うん、290何万円かかる養成所ないから、ないね、まずない、ね、まずないからね、うん、なんやそれは、なんやったら養成所を掛け持ちしようとしてたんかな渡辺と人力車とあと NSC 行こう思ってたんかな、3つで290万ぐらいかかるんちゃうかみたいな。ああなるほど、うん、そういう考え方。いやでももそんなかからんへんけどな、あ、うん、今養成所でなんてバラバラやけど、うん、渡辺の養成所が一番あの値段が結構はランクがあって、へえ、うん、何コース何コースみたいなのあんのよ、うんうん、そこで一番高いのがかなり高いね、それこそ100万近くすんちゃうか。あでも100万、うん、でもそれ以外のなんかお笑い、B コース C コースみたいな、例えば関根とかね、うん、私のねよくその出てるトークに出てる あいつとかは一番安いコースやったんちゃうかな。はあ、うん、そうですね。でもそんなもんね、まあ、早い話がね、そんなことは入学する前から分かってるのは、うん、何コースに入っていくら金を払おうが、うん、お笑い芸人で成立するか将来全然関係ないやん、お金をそこで使おうが、ね、つまりまあ落語家と違って、うん、やっぱり最初色物ですから、うん、僕もずっと最初色物で、はい、まあ、今も色物ですよもちろん、今はあの落語家という狼の皮をかぶった色物でございますけど、うん、僕とチンギス・ハンと源の義経的な、うん、なんか伝説的な感じで僕はねやろうと思ってるんですけども、え、なんですか今の。いやいやもう自分でも尻滅裂らですわ今のこれ15分間撮れますか、ここからもう尻滅裂らっていう言葉流行らそうと今思いました、あーなるほど、もうね、それぐらい今言ってることは、うん、脳編集でお届けします、はいはいはい、はい、よくわかりませんが、はい、なんやったらもう僕がお笑い養成所行った方がいいんじゃないですかもうこんな尻滅裂になるぐらい、こんなやつが、こういうやつこそあの、うん、盗難を繰り返して行った方がいいんじゃないのかと。いやいい迷惑ですね、ま、だけどその入り口でね、実は僕も言うと、はい、あの大阪の放送芸術学院っていう専門学校2年いたんですよ、18歳の時に、はい、それはやっぱりその将来芸人になりたいなと思った時に、どっから入ればいいのかって、当時 NSC 大阪 NSC ありましたよ、はい、うん、でじゃあ NSC 行こうと思った最初は、うん、ところが、うん、高校出てすぐ NSC に行こうと思ったら、うちの母親がいやせめて、うん、大学とまでは言わんけども、うんうん、専門学校ぐらいは出てほしいと、やっぱ親の気持ちとしては、なるほど、うん、だからじゃあ分かったと、じゃあ専門学校行って言ってもどんな専門学校あんねんと、たまたまそこで見つけたのが吉本がやってる専門学校あったの。え NSC じゃなくて、 NSC じゃないね、 NSC はほら養成所やから、ね、お専門学校があった、それが放送芸術学院という、まあ、お笑いコースもあればそのスタッフカメラマンコース、はいはい、いろんなコースがありましたよね、演劇コースもありましたね、そこに2年間行きました。何コースに行ったんですか。僕はね最初はねお笑いコースに、お笑いコース、うん、友達と一緒に行ったんです、うん、軽はずみでしょ二人で、なるほどね、仲良く手つないでね、仲良く手つないで軽はずみですけど、で1年経った時に友達はねこんなとこにいてもダメだよ言うて辞めたんですよ。リタイアしちゃった。リタイアしちゃった。いいや、うん、そして僕はあの僕も辞めようかなと思ったんですけども、うんうん、その時に僕はあの一緒にいたクラスのね、うん、三宅くんっていうのがですね、はいはい、あの
あの 僕がね辞めるとちょっとね、うん、なんか寂しいからいてよみたいになって、でちょうどその時期に2人で演劇をしようって話になりまして、ほうほう、で演劇やったら思いのほか、うん、認められたんですよ。おね、うん、で学校の先生も、うん、まあ 僕にね、うん、君は、まあ、お笑いコースだったけども、うん、ちょっとこの舞台コースで演劇の方勉強してみたらと。そういう進路転換があったんですよ、あったんですよ、うんうんうん、で僕はそこから演劇の方の勉強しだして、はいはいはい、で後に劇団を作る、うんうん、なるほど、ね、そういう流れがね、うんうん、あって今その後結局演劇では難しいので落語の方に来たんですけども、はいはいはい、まあ曲がり曲がってここに来ましたが、うん、減ってね、まあ、うん、なかなかね最初からポンとこううまくはいかないわけですよ、ここに行ったからっていう、ね、あなただっていきなり落語家の道に来てないじゃないですか。私は社会人経験を得て、うん、でまあいろいろとやったんですけど、表現する方向でやりたくて、とにかくね、うん、で自費出版まで、僕はねあなたが、まあ、ちょっと小説家的なことをちょっと思ったんでしょ、その時はなんかね、やろうと思って、うん、で本も読ませていただきましたよ、あなたから。あれ、アリちゃんにも渡した、あ、いただきました。あら、あなたの書いた自費出版のなんてタイトルでしたっけ、あれ、ギャグ釜飯お待ちどっていうね。あ、そう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 、うん、あれね、ブックオフにも売られんようなあなたの著書ね、値段がつかない、つかないプレミア価格ですよ。あれはもうブックオフの店員がの、うん、バッて脇に外すやつやからねこれはすいません扱いませんって言ったら、いやすいません、じゃあ処分してください、処分も面倒、もう処分もしません、処分もできませんみたいな一生懸命人が書いたものは、あの本本人が隣にいるというのに、僕はあの、あなた作者本人、天下さん本人からもらった時、なぜかあれとなんかごっつフルーツもらいましたけどね。フルーツ、うん、え、何、なんかね、あなたがね、なんかどっかでフルーツもらったよ。でその多分いっぱいもらったんかなんかで、これ兄さん食べますみたいに俺持ってきたのフルーツを。そうで俺はもうあなた今知ってると思うけど、俺、うん、あのあれやね、果物アレルギーなのよ、うん、だ果物食えないのよ、うん、ちょっとあの果物食ったら痒くなるねんから、はいはいはい、でその時、まあ、あなた知らなかったから、あ、そうですね、だからまあ別に、まあ、せっかくくれたもん、俺も俺果物アレルギーはいらんわと言われへんや、うんうん、今も知らんかったけど、あ、今も知らんかったのよ果物アレルギー、果物あかんねん、なるほど、ね、はいはいはい、それであの時、まあ、あなたにもその言わへんかったけど、うんうん、まあ、せっかくくれたから、まあ、まあ誰か他の人にあげようと思ってん俺も、おと、なぜかその果物フルーツと一緒に今ならこれもついてきますみたいな小説を俺にくれてん、なんかもう痛いですね、なぜか痛いな、ね、なんだこれ、まあ俺もせっかくやから読もうと思って、うで、あれ短いから、そうですね、オムニパス小説、ね、すぐ読めた、あー、うん、俺その感想聞いてない、いや俺ね感想は言ってないんかな、結局ちょっと分からへんねんけど、今すっげえドキドキしてますよ。いやなんかね、もうあ、ちょっと正直内容も覚えてないんですよ、うん覚えてないんやけど、しょうもないとかは思わへんかって、要するにしょうもなかったら読まれへんよ、途中で読む嫌になるから、まあ、しょうもなくはないねん別に、うん、だからなんかまあ最後まで読んで、はあ、はあ、こんな話なんやみたいなんで、で最終的に、うん、最後の一行がね、あなたの書いてた最後の一行がなんか、はい、その時彼はやったかちょっと忘れたけど、うんうん、江頭2時50分のようなポーズをしていたみたいな、一番初めの話ですよそれは、確かに、え、一番初め、うん、どういうことですか、一番冒頭、冒頭の話、それは最後の話じゃない、冒頭、そこから始まるやったっけ、冒頭の話、それ多分彼は江頭2時50分のようなポーズをしていた、うん、はいはいはい、どんな入りやねんそれトンネルを抜けると雪国だったのも、もう何万分の1もしょぼい入りやないか魅力のない、魅力のなさすぎる入り、違う違う、それ冒頭のセリフじゃなくてオチのセリフ、それオチのセリフ、うん、オチだよ、オチ、ほうほうほう、でもそこしか残ってないんだ、いや、そこ、なんかそこは残ってあったもんそぎ取られてそぎ取られて最後そこだから、そう、まあ、全体的にしょうもないもの作っちゃったんだね、本当にね、で、で俺はその時になんか思ったのは、うん、あ、これ江頭さんっていう名前を、ね、入れることで確かに分かりやすい、表現としては分かりやすいんだけど、うん、もっと違う言い方にした方が、うん、安っぽくならずに済んだと思って、あ、つまりやっぱり小説っていうのは文学的表現の、はいはい、やっぱりその、あのそれぞれあるじゃないですか、ボキャブラリーが、うん、その時なんか江頭さんっていうのは分かりやすいの、例えとして、うんうん、分かりやすいけども、なんかちょっとこうもっと違う例えなかったんかっていう、だからなんかボキャブラリーがないんかなと思ったわけですよ、そこにもっと違う例えなかったんかみたいな、
でもその考え抜いた挙句の江頭さんやったかもしれんよ。あなたはいろいろ考えた挙句に江頭さんにやっぱりここにしとこ、ここちょっと軽めな感じにしとこうみたいな。あ、なるほど、あえてね、あの女子高生にも分かるようにしとこうみたいな。でもこっちとしては小説読んでたらなんか、あ、そういう比喩があるのかという、ちょっとそこちょっとなんか感動したいわけよ。こういう捉え方があるのかと。なるほどね。だから例えば村上春樹さんの小説なんか読んでると、はいはいはい、もう 2行に1回ぐらい比喩が、素晴らしい比喩が出てくるのよ。ただ僕今そんだけ言ってたよ、全く1行も思い出せないですけど、うん、思い出せないですけど名作とは確たるものですよね、うん、それぐらいあの2行に1回ぐらいなんかいい比喩が出てくるから、うん、例えが多すぎて、逆に多すぎてベスト3が決まらないみたいな。そうそう、だからもうやっぱり優れた作家ってそうなんじゃないですか。あ、うん、あ、そういう言い回しするか、素敵な、まあ、結局全部小説とかそうやもんね、うん、比喩ですから ね、うん、だからそういう作品を僕は自費出版で売っちゃったんで、うん、300冊吸って、あ、300冊吸って、50万かけてね、はいはい、え、50万かかんねや、うん、まあ、全国に流通してくれるっていうから。確かにその時はセブンのインターネットとか楽天とかでも買えたんですよ。あ、そう、実際に、あ、マジやと思って、うんうんうん、で、300冊って正直でもちょっと少ないかな。300冊はね、少ないと思うわ。少ないと思って、少ないわ。そんな流通してるんだったら、うん、まあ面白半分で、ね、安いやつだし、うん、買ってくれるわと思って値段も一番下にしてね、うん、売って。あれいくらでしたっけ。ね、多分ジャンプよりもと同じぐらいじゃん。200円台ってことか。うん、下手したら300、400ぐらい。あ、そんな、うん、なんか、まあ、なんやったらもう昭和何十年代の新潮文庫の値段と間違うぐらいのあれやんか。そんなマニアックすぎて俺それよくわかんないけど、ヘッセの車輪の下90円みたいな。誰がわかるんですか、聞いてる人。神保町の古屋の外に売ってて、ヘッセの車輪の下90円って言うて、でワゴンで100円で売ってるやつや。いやいや、元値90円やんっていう。上がってる、上がってるわな今。時を経て上がってるかな。プレミア価値がプレミア価値ついとるかなみたいな。いや、だからね、おで、すぐ売り切れるわと思ったら、まあね、そんだけあったね、安い増刷だっていうのが、うん、イメージあったんですけど、うんうん、一年後編集部から手紙来たんですよ、わっと思って、お来た来たと思ったら、うん、開けてみたら、あなたの方は1年間で300冊中6冊売れました。6冊マジですか。逆にその6人に会ってみたい。おお、会いたいですね。会いたい6人、何人か俺の力ないなと思って。でもその6人も、まあ、なんで買おうと思ったのかとかね、やっぱ動機をね聞きたい。だ俺と それ単純にね、安いから買うわけではないと思うで。やっぱり本買う時ってさ、なんか面白そうやから買うじゃないですか、はいはいはい、だってワゴンにそれこそ売ってる100円の本でも、うん、興味がないものは100円でも買わへんから。買わない。だから何か惹かれるものがあったんですよ、そこに。その時あったんでしょうね。タイトルも何やったっけ、もう一回言って。何やったっけ。ギャグ釜飯お待ち堂です。ギャグ釜飯お待ち堂です、今なんなら私在庫持ってますから。あ、これあなたね、なんか自分、それこそ俺らと二人会やる時とか、ちょっと物販でやったら。あ、物販でね、うん、物販で。自分の勉強会で物販でやってるけど、いまだに。あ、売れへんの。売れない。いやなかなか、だから。だから売り込んでないからですよ。あの、今このラジオでこんだけ言ってたら、うん、ちょっと俺読みたなってきたもん。いや、ちょっとでもね、うん、でもね、いいっすか。はいはい。今ここまでね、うん、話して、うん、ね、自分のクオリティの低さっていうの分かった上で、うんうん、それ進められないっすよ。なんと、書いた作者が全く自信がない、うん、これはひどいですよ。もうあなた太宰治やったら自殺してるからね今。ほんまに。ただあなたのことやから川に飛び込んでこうなってすぐ引き返してくるでしょうけど、行きたいからね。あなたがもうね、そんなに自分で自信ないって、そのもう作家の最終晩年のあれですよ。病んでる。もう30作ぐらい書いてから言う言葉やから。いやー、でも小説の投稿いろいろ続けてて、うん、まあ、ちょうど一時選考も残らないと。あ、それに対する怒りをぶつけた作品が、うん、その結果だったわけですよ。処女作。処女作はね。ギャグ釜飯お待ち堂。お、誰も出してくんないやったら自分で出すわ。いいじゃないですか。一生懸命50万貯めた結果がそれだったから。そのおかげで今私落語家になってるんですよ。それの後にまたさら、本当にやりたかったことが見つかってよかったです。もう素直に面白い人の弟子入りするのが早いのではないかと、うん、早いです。それを学んだ方がいいのではないかと。ギャグ釜飯は、でもね、あなたの時点でそこの小説執筆という期間がなかったらまた全然違う展開やろうから、これはあったことはもう絶対次に繋がってるわけですよ、はい、そしてこの本が売れるかもしれない。本も今から
マジっすか。このちょっとこのラジオでこんだけ言ってたら、だからもうちょっと最後時間ないですけど、ちょっと宣伝しといてください。売りますから買ってください。地味やな。